はい。では、えー、今日は、このビデオは、11章の前半ですね、強化学習をやっていきます。はい、早速いきますが、よいしょ。えっ、ー、と、まあ、教科学習って聞いたことある人多いと思うんですけど、えー、この本の文脈で言うとですね、あの前,前の章でマルコフ・デシジョン・プロセスやりましたね。 えー、マルコフ決定過程ですけどあのそこ、まあ、問題はマルコフ決定過程なんですけどあの少しですねエージェントが、えー、情報を見れなくしてしまうと、えー、するそうすると許可学習の問題になりますで、えー、実際何を見せないかっていうとここに書いてあった状態遷移とか あの報酬とかを見せないということになるんですけど、ちょっと見せるものを、えー、先に説明しておきますと、えー、まず、よいしょ。ロボットは、エージェントは、えー、現在の時刻までのエピソードを知ることができます。えーまあ、前回から、前の章からやってるように、えー、こんな問題を我々、 水たまりがこんな風にあって、ロボットがまあこ,う、えー、こうやってあの水たまり下げて、こうやってボールに行ってくださいって、まあ、こういうタスクをやってますけど、えー、このうち、まあ、例えばここをスタートにして、今ロボットここにいるとします。で、この時にロボットは、えーまあ、ここでコード A を選んで、 えーとそうですね、報酬をもらい、報酬っていうのは、MDP の結果、ちょっと私、ちょっとこのビデオ、久しぶりに撮ったんで、前回何喋ったか、あんまちゃんと覚えてないんですけど、これですよね、ある姿勢である行動を取ったときに、次の姿勢、こういった、行きました、この時にきに、ロボットがもらえる褒美、報酬ですね、これが、まあ、もらえると。はい 水玉に入ったらマイナスがでっかい値になって、えー、でそうでないときは、えー、かかった時間だけマイナスの報酬をもらうと、まあ、そういう問題でした。で、まあ、これを繰り返しておくわけですね。A1、R1、あっ、A2、R2 ですね。で、まあ、ここまで来たら、X1 にしちゃったけど、x ーにしときましょう。まあ、ここまで来てこう G 国ィでここにいるとすると、まあ、ロボットはこれはまあ自分で選択して、まあ、自分でどこに状態、いたか どの状態にいたか分かるっていう前提があったんで、えー、どこにいたか分かるんで、どこにいて、どんな行動をとって、どんな方針をとってっていうのをこう繰り返し選んできたっていうのは、このロボット、まあ、エージェント自体は分かってるということになります。まずロボット扱える情報をこれですということですね。で、えー、で次に。 えとロボットは次のことも分かります。で、この先こう行って、まあ、ロボットはゴールに入りましたと。で、その時にロボットは、まあ、ゴールに入ったよって教えてもらえます。で、その時に、えー、こう、終端状態の価値ですね。あの、まあ、前の章だとなんか V の F でしたっけ。まあ、こんな風に書いてましたけど、まあ、これが、まあ、関数は分からないので、えー、こう、値としてなんかこう、もらえますと。 えー、VF ですねこの値がもらえますということです。これだけの情報がもらえるということです。で、その時に、えー、このエージェントロボットは何をしなきゃいけないかっていうと、えー、この報酬の輪ですね、こうやってマイステップもらえる報酬の輪を、えー、最大にしなければいけないということで、まあ、こう報酬を足してで、最後に教えられた集団状態の価値を足して、まあ、これを評価にすると。 で,すね、で、まあ、エージェントはこれが値がでかくなるように、まあ、こ,れこの本だとでもこれマイナスの値なんで、なるべく0に近いように、えー、行動選択をしなきゃいけないということになります。えーまあ、こういう問題です。で、えー、とまあそうですね、ビデオを前回の見て、 前回やったことと比較すると分かるんですけどあのここにないもの前回やって今回ないものっていうと、まあ、さっきも言ったように、えー、状態遷移の関数ですね前回は、えーまあ、ロボットはだしアルゴリズムはあのロボットがここでこういう行動を取ったらどこに遷移するかっていうのは全部確率的に分かるっていう前提で、えー、話を進めてたんですけど わかんないという設定になってます。だから、まあ、ロボットはこう行動を取ってですね、ここポンと来たっていうのは、やってみないとわかんないということになります。はい。で、あとは報酬の統計って書きましたけど、あの報酬の関数ですね。前回はこれ、どこで何したらこれがもらう、あこういう繊維になったらいくら報酬かっていうのは全部関数で定義されてて、いつでもこれ参照できたんですけど、えー、とエージェントはこれ動いた時に誰かから、 ま、自分自身で知覚するのか、えー、上から見てる人間か神様か与えるのかわかんないんですけど、この報酬がもらえるということですね。集団状態の価値もそうですね。教えてもらうということになります。で、これのことを強化学習の問題と言います。はい。まあ、ブームなんで許学習のことっていうことはなんか知ってて。なんか許可学習やるとなんかロボットの木曜とか。まあそういうの。は知って いる人ならまあこれは押さえてほしいなってちょっと正直思うような話なんですけど案外これあのちゃんと定式化押さえてなくてですねなんかいろいろソフトウェア組み合わせでできたできたっていう話先最近多いので、えー、とまあこれはちゃんと押さえておいてほしいなと思います。あのこの説明でわかんない場合本読めば、えー、ちゃんと書いてあります。で次いきます。で,、えー、とで本章は、まあ、今のは問題の定義ですね。 で本書はこれ、解き方4つ実装しています。えー、で、どれも古典的です。まあ私、別に教科学習の専門家ではなくてですね、まあ教科書で勉強したことをまた自分なりに解釈して、コードに落として、また皆さんに発信するというような感じなんで、えっ、ー、と、まあちょっと力足らずかもしれませんが、まあこれだけ私は実装いたしました。Q というやつと、サルサってやつと、N ステップサルサとサルサラムだと。 Q、ね、っていう方法が1つと、サルサー軍団が3つあるということです。はい、で,、えーとでまあ、処方の処方しかやりませんので、えー、この本で何を勉強できるかっていうと、えーまあ、古典的な、まあ、簡単なです、ね、手法で強化学習の原理を把握するということですね。 まあさっきもちょっと言いましたけど、なんか最近、ブームでまあすぐニューランネットを組み合わせるとか、DQN だとか、そういう話になるんですけど、あそこまでいくとですね、関数近似っていうものが入ってきちゃうんで、それのない強化学習ですね、一番プリミティブなものをえ実装するなり、ああ本とかビデオで理解するなりして、原理を把握しようということですね。 でえー、とあとはですね、まあ、私はまあ実世界で動くものがに興味のある研究者なんで、まあ、こういう見方をするんですけど、情報がないところから、まあ、言ってみれば赤ちゃんの状態からどんなふうに学習が進むか、どんなことが起こるかっていうのを、まあ、プログラムを実装するとですね、まあ、そのエージェントが、まあ、コンピューターの中ですけど、どんどん学習していく様子が分かるんで、これ見て、ああ、学習ってどんなことなのかなっていうのを実感するのを狙いと。 しておりますただ、あれですねあの、世の中の学習って別に全部教科学習ってわけではないので、まあ、その学習の1種類ですね、それを、えー、実装して、ああ、こんなふうに進むんだっていうのは実感できればよいかなということですね。もっと難しいこと、実用的なことは、えー、さらにとか、どなたかの教科書を読むとか、えー、インターネットで調べるとかっていうことをお願いします。ここでは原理をしっかり押さえると,とお願いします。 で、えー、と早速いきます。ですね。旧学習ですね。これ、まあ一番基本的と言っていいと思うんですけど、旧学習のアルゴリズムです。でどんな、えー、アルゴリズムかっていうと、まあ何々に対してっていう、まあいろんな対比が全部すっ飛ばして、まあ旧学習ってどんなものかと説明しづらいんですけど、まあ、まあちゃんと作文するとこんな感じですかね。ロボットが、まあエージェント側でもいいですけど、 1>, 1回状態遷移した後に得られる情報から行動価値関数を更新するアルゴリズムの一種であると言えます。はい、で行動価値関数はどんなもんだったかっていうとこういうもんです。はい、なんか方策があった時にある状態である行動を選ぶことの価値が行動価値関数ですね。でそれはどんなもんだったかっていうとこういう期待値で。 表されます自分のところのえっ、ー、とそうですね、まあ、S から A 選ぶと、まあ、ある確率で、まあ、次の状態はある確率分布に従って、まあ、分布するわけですけど、まあ、S' っていうのがまあそうですねちゃんと描きましょうね大丈夫ですかね今までの説明。 なんかちゃんと説明できてるか心配なんですけど、あれペンどこ行ったペンってったと。えーとですね、そうですね、まあ、そう,いうですね、まあなんか前回もまあマス目でグリッドを引いてカチャンプとか実装してたんでそれを踏襲しますけど、今ロボットとかここにいるとします。この状態 S です。このどこかにこうロボットがいるわけですね。 でここで、えっ、ー、と、行動 A を選びましたっつったら、まあ、例えばここに20%パー、ちょっと字潰れます。ちっちゃいですけど、えっ、ー、と、20%パー、80%、えっ、ー、と、60%パーですか。まあ、こんな風に行くと。で、こう S' ダッシュはこう3つ候補があるってことになりますね。今の例だと。で、その分布がまあこれです。で、行った先の状態の価値と、えっ、ー、と、この行動による、 に得られる報酬を足した期待値というのが、えー、この行動価値関数の値になりますよというのが、えーまあ、定義でした。はい。いかがでしょう。これ聞いて何だったっけという人はもう一生前に戻ってください。えっ、ー、と、で、これが理解できる人は、教科学習は本当簡単です。すごく簡単です。もうこの先前半。 10章前半後半ビデオ区切るつもりですけどあと、えー、10ページしかないですね。この前半いう間に終わっちゃうような気がします。はい。で、えっ、ー、と、で、まあ大事なのはここで大事なのはえっ、ー、と、10章はこれ 分かってる前提で計算してましたよね、価値反復とか。ただ、教、え、科、ー、学習の場合はこれ分かりませんと。自分でエージェントが動いて、ロボットが動いて、報、え、酬、ー、をもらわないと、ま、これは分かんないし、で、行った先の価値は、まあ、これは分かってるんですけど、まあ、あの、学習途中ならまあ分かんないということになります。状態遷移これ分かんないですね。これが分かんないと。自分の経験からしか分かんないということになります。はい。 でだからこれ分からないものだらけで、これ計算しなきゃいけないと。言ってしまえば、価値反復やんなきゃいけないわけなんですけど、えー、とどうしましょうということになります。で、旧、えー、学習では何を考えるかっていうと、まあ、学習前、まあ、最初はこれまっさらでは分かんないわけですよね。分、ま、か、あ、らないものを、その状態繊維のモデルからではなく、そうですね。 たたった一度の、ほ、まあねまあ、本当最,後最終的には何回も何回も行動を繰り返してこれを求めていくんですけど例えば1回経験して1回 S から A を選んで1回この状態遷移を起こした時に、えー、じゃあそのこの 9π なんか最初は適当な値になってるわけなんですけどこれをどうやって修正するとその真のえ価値関数に近づいていくかってことを 考えるということに、えー、まあその方法を考えるいうのがまあ旧学習の問題ですね。だから、まあ、もう一遍のも話が抽象的なのでもう一遍具体的に言うと例えばこれあの学習の初期段階だと例えばここの行動価値関数が、A、9の SA がマイナス100でしたとかマイナス1 0 0って書いてありました別に何でもいいんですけどマイナス100で初期化されてるとします。 でその時に、まあ、実際こう動きましたと、まあ、ここにポンと来ましたと。そしたらここが、まあ、状態価値関数が、えー、そうですね、ちょっと,は、えー、っと S' がマイナス10でしたと。そしたら、まあ、例えばこれ、1回遷移するとマイナス1報酬もらえるとすると、えー、っと1回行動したらマイナス1はマイナス10になったわけですから、まあ これ、もしかしたらマイナス11ぐらいなんじゃないかっていう話になりますよね。なりますよねただ、ただし、えー、とこれたまたまかもしれないですね。ここからこう動いたらポンと行ったっていうのは、これ、確率実は0.001%でしたとか、まあ、そういうことだってありうるわけですよね。もしかしたら90%がなんかこっちにポンと飛んで,で、しかもここが奈落の底だったとか。 報酬マイナス1億だったとか、まあ、そういうことだってあるわけで、えー、とじゃあ、これは正当な値ですかということになるということですね。要はあの、この分布が分かんないということですから、今起こった1回のことを S から A で選択した S ダッシュ行ったとっいうことをがその、たまたまなのか、えーと、いつも起こることなのか分からんでも、でもこれを更新しなきゃいけないので、金額手術は難しいと。 教科学習というのは難しいと、まあ、いうことになります。わからんわからん言って言ってもしょうがないんで、ちょっと数式で書いていきますけど、これ、あの、書いてからですね、あこういうふうに説明すればよかったって、まあ、そういうスライドなんですけど、えっ、ー、とですね、教科書はですね、もういきなりあの答えの式書いちゃってるんですけど、ちょっとあの途中の計算式を書いてみました。えっ、ー、と、まず、そうですね、ホワイトボードでやるより、こっちでやった方がいいですかね。えっ、ー、と、まずですね、これはあの元の式ですね。 音の式です。はい。で、えっ、ー、と、音の式。まあ、行動価値が S から A を選んだとは、こう価値です。で、これはこれで釣り合ってまして、式を実際にエージェントがもらう値でちょっと置き換えます。えっ、ー、と、報酬を、まあ、実際今もらった R。まあ、S から A を選んで、難しいのが安いですね。 えっと、S にいます。A 選びました。S ダッシュに行きました。つっ,ったら、これ、神様がこう報酬を R くれるわけですね。えっ、ー、と、で、で元の式は、これ、報酬の関数が書いてありますけど、これ、実際にもらった R にちょっとおきいます。で、次に、固定ですけど、これ、あの、これを言い換えてるだけです。要は、えっとですね、ここの価値があるわけですよね、なんか。 あるんですけど S' が、えっと、今、学習してるのこれなので、あとは実装やったときにあのこ、このテーブルを持ってるんですね、エージェントは。えっと、あらゆる状態で、あらゆる行動を選択したときの行動の価値、まあ、窮地とか言いますけど、窮地をテーブルで持ってるんで、遷移先を、こっちは状態の価値にすると、ですねこっちの情報ないので、ないので、つうのあの実装上、これは、 テーブルで、持ってないので置き換えますで S' での状態の価値っていうのは S' で一番いい行動を取った時きの、えー、行動の行動価値関数の値になります。わかります、まあ、要は、えーとまあ、価値ン婦のところでやったと思うんですけど、ある状態の価値っていうのは、まあ、その状態で最善の行動を取った時の価値なので、でこれ、行動価値関数に置き換えると、えーと この状態で一番いいコード、MAXA ですね。まあ、要は、えー、っと、なんでしょうね。一番いいコードを取った時のコード価値関数の値になりますよ。っていうふうになります。イコール。まあ、当たり前っちゃ当たり前なんですけど、ちょっと当たり前を説明するのは難しいですよね。えー、っと、だから、ここで変なコードを選ぶと v、V、えー、状態の価値ではなくなるんですけど、これ一番いいコードを取らせると、 行動価値関数のこれの値と一致しますよということになります。なので、まあ、こういう式の変形ができるわけですね。はい。まあ、ここちゃんと書いてありますね。えっ、ー、と、ある状態の価値というのは、えっ、ー、と、その状、そこでの、えー、最善の行動を選んだときの、えー、行動の価値ですよとことですで。こうしました。で、さらに変形します。えっ、ー、とですね、これを、このパイを取っ払います。 なんでかって言うと、まだ方策が決まってないので、なかなかの方策に基づいて、ロボットはこう行動制作するんですけど、これどんどん変わっていくので、イちょっと省略します。ちゃんと読み上げると、方策が定まってないので、とりあえず、 えー、QSA の値を適当に初期化したものから計算しますよとか、ちゃん服と同じような考え方です。要は、えーと、これはちゃんとした等式なんですけど、QSA、まあ、これを、まあ、最初、すごい適当な値でテーブルで持たせますと。 でその時に適当、値が適当なんで別にそれが方策と何か関係あるわけではないので、π 消しますよって。まあそういう表記上の話だと、ここでは思ってください。じゃあ方策どうするのっていい、ちゃんと考えないといけないんですけど、ちょっとそれは後回しです。はい。えー、にします。で、パイを取っ払います。で、次に、えー、とですね、次これですね。これ。わかんないこれ。 どう,どう状態遷移するか分かりません。エージェント情報持ってませんので、えっ、ー、と、これをですね、どうするかというと、えぇ、ー、もう諦めます。えっ、ー、と、要は、今取った行動で、Q を全部更新しちゃおうというのがこの式です。はい。今、報酬がもらえました。次の状態、S ダッシュに行きました。 統計的なもんじゃなくて、実際に行ったところです。の、えっ、ー、と、この、えぇ、ー、まあ、これ、状態価値ですけど、そこの状態価値と報酬を足して、えー、その繊維前の、こっちの9の値を変えてやろうというのは、まあ、この式ですけど、えっ、ー、と、すぐ下に書いてありますけど、これ、ダメなわけですね。例えば、えー、だから、これがたまたま S ダッシュに100%、1%の確率で S ダッシュに行けんだけど、たまたま行っちゃったのか、 必ずこうなのか、つナはわかんないわけですよね。で、よく、で、この式で一番ダメになるパターンってどういうパターンかっていうと、えっ、ー、と、S があります。で、こっち、えっ、ー、と、90%、4、です。ちょっとあんまりいに良くないですね。穴、穴、穴ぼこ。 でここが10%の確率でゴール。まあ、こういう場合。で、えーとまあ、たまたま、例えば、学習中に、Q の値を更新中に、えー、とたまたまここ,にここに行きました。ここ、価値が0です。でこれが、えーとですね、1歩マイナス1にしましょうか、報酬マイナス1だったら、これ、9の SA はマイナス1になっちゃうわけですね。 だから、えーまあ、S, の S にいましたで。こうなんだけど状態線、実は。でエージェント知らなくて、ただあるコードを取ったらゴールに行きました。ただ、えー、得られた報酬はマイナス1でした。というと、9、えー、の値というのはマイナス1になるんですね。まあ、この式によると。ただ、これ2回目同じ状態になって 状況になって、また A 選びました。た今度穴に落ちました。報酬マイナス1万です。ただ、次これ、Q。まあ、そうですね。報酬じゃないですね。終端状態の数ですね。マイナス1万です。で報酬はマイナス1でした。ただ、これ、あの、どう更新されるかってマイナス1万1になるわけですね。なので、これ、あの、だから、たまたま一回ゴールに入ると Q が、Q はマイナス1になって、 穴ぼこを閉とマイナス1になってる。これ収束しないですよね。えーとまあ、正しい値は、まあ、ちゃんと書いておくと、マイナス1の確率が、マイナス1の確率が0.1で、マイナス1万1の確率が0.9なので、マイナス0.1低。どうなんのこれ。えーと えー、9 0九0 9で、えー、ちょっと計算間違いしてたら恥ずかしいんですけど、マイナス、まあまあ、あのそうね、大人は別にこれ計算間違いしても、まあ、意味を拾ってくれるんでいいと思うんですけど、まあ大体この値に収束しなきゃいけないのに、えー、とパタ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 この値が変わっちゃうということになります。で、ダメですということになるんで、えっ、ー、と、で、どうするかなんですけど、 妥協します、えーと。妥協して更新前の値と折中案で、折中的に、まあ、こんな計算をします。これが教科書に載ってる式に近い、旧学習の式ですね、他の教科書に。ちょっとあの、この本だと、どうですかね。この本はこういう書き方してるんですけど、まあ、変形すると他の教科書に載ってる式になると思います。でこれ何かっていうと、要は、えー、と今これここの、これがここです。 でこれにアルファって係数をかけて、えっ、ー、と、で、元の更新前の値に 1-α かけて足して9の値にします。っていうことは、これどういうことかっていうと、えっ、ー、と、例えば、えーまあ今、学習中でこいつがマイナス、えっと、9000ですと。 で、えっ、ー、と、ここに来ました、A 選びました、たまたまゴールに入れましたと、これマイナス1になるわけですけど、ただら、えっ、ー、と、更新後の9の値は、えっ、ー、と、1引くアルファかけるマイナス9000、えぇ、たすアルファのマイナス1ということになるということですね。 で、えっ、ー、と、教科書の実装だと α0.5 です。だから、えーとまあ、こういうことです。マイナス9000割る2、足す、マイナス14。まあ、足して2で割ると。2で割って足すですね。えー、っていうことなんで、まあ、こいつがマイナス、まあ、4500いくつになると。 ということですねだから、いきなりマイナス1、1なりマイナス1万1にならなくて、えー、とその中間値に落ち着くということになります。で、これ繰り返すと、まあ、多分多分さっき計算したマイナス9009ですかね、ぐらいに近づくだろうということになります。だから、まあ、1回の更新であ、ごめんなさい、1回の更新でいきなり値ガラッと変えないといけないので、えー、と今までの値を半分取っておいて、 ちょっとごまかしてやろう。っていうのはまあこの式ですね。ただまあごまかしですね、えー、ただ、まああの多分ですね。これ、全部履歴取っとけばちゃんと平均で計算できるんで、多分これよりいい実装はあると思うんですけど。まあ、最初の旧学習。まあ、できた時はまあこの式を使ってたということになります。はい。 前の章の話完璧に理解してると今すごい簡単な話してるんですけど、ちょっともしかしたらと、実際ロボットの動きが出てこないんで、ふわふわして、よくわかんないよって人がいるかもしれないんですが、まあ、くどいようですが、よくわかんなかったら、もって前の章に行ってください。なら、そうですね、価値反復の場合は、これ、みんなこう統計的に全部平均取って、これ、バシッと値を決めてたんですけど、今こう1回1回、一回一回やってみるしかないので、 えー、そのやってみた値の過去の値と今たまたま起こったことを足して2で割るっていうようなことをやらなきゃいけないということになります。で、これであのこの9の値の更新の式ってこれバシッと決まったわけですよね。 理解したみたいな話になるんですけど、えー、とただですね、えー、これもっとあの価値安婦にはない話なんですけど、動的学校にない話なんですけど、えーとですね、れこれロボット動かさなきゃいけないですね。今これ A 選びましたとか言ってましたけど、これどうやって選ぶのっていう話になります。要は方策ですね。なんか方策があってロボットは動き回らないと。 9の値っていうのは更新できないので、えー、とこれどうしましょうって話が実は残っています。はいです、ねまあ、言ってしまえば、またシミュレーションで使ってるこれ書きますけど、えー、とロボットがまあ最初こう、こう動き回ってこうこの環境から報酬をもらってだんだん行動を良くしていくっていうことなんですけど、その最初の,報酬あの方策ですね。 これどうすんのっていうのをちゃんと決めないといけんということになります。はい。で、えっ、ー、とですね。まあ、その話ちょっと置いといて、教科書の11.1.2説の準備の、えー、ところを話をするんですが、えっ、ー、と、この説、あ、この項ですね。この項では何をやってるかっていうと、旧学習の実装の準備をしています。えっ、ー、と、で、まあ、準備なんで、 まあスライドは理論なんで、ちょっと作業のことはまあ流すだけにしますけど、このコーでやってる、本でやってることっていうのは、今言ったように、えっとですね、そうですねあ。あちゃんと前のページと関係ありますね。今、方策どうしましょうって話をしてたんで、この方策を一個決めています。全く方策がない状態から学習させるのは難しいので、パドルイングナーポリシーからすると書いてありますね。 でこれパドルイグノアポリシーって何だったかっていうと、えーとまあ、前の説にも出てきましたけど、あの水たまりを突っ切る。<laughs> 例えばロボットは最初こう向いてたら、えー、とゴールの方にウいーンって向いて、こっち向いてバーって突っ切るって、こういう方策ですね。これを最初の方策にしようと、えー、いうふうに本では、旧学習実装をしていますで。これちょっとインチキで。まあ、だから 一応、回り込んではくれないけど、一応、ゴールに入れるわけですね。でゴールに入れると、どんどん学習が進むんで、ちょっと最初にズルして、ゴールにちゃんとロボットが入る状態から、旧学習を実装しようっていうようなことを、教科書ではやってます。はい。で、えっ、ー、とですね。で、次にやってることは、えっ、ー、と、これを全部、理算状態で定義し直すっていうことをやってます。えっ、ー、と、 カチャンプクの時もやりましたけど、こうやってあの世界をこう、まあ、実際はこれシータ軸もあるんで、向きもあるんで、3次元のこうグリッドに切ってやってるんですけど、えー、と方策をですね、えー、こうグリッドに切るとですね例えばこう、例えばこのグリッドのこの端とここではちょっと連続空間だと方策違ったりするんですけど、えー、とそ,それをまあ離散化するんで、1個に決めてですね、まあ、真ん中の点の 方策を取って、えーまあ、この離散状態において方策をで表現、メモリの上に表現しようというようなことをやっています。まあ、あの具体的に言えば、まあ、こういうことで、えーとまあ、こうロボットがゴールの方向いてまっすぐ行くというのは連続空間でやると、まあ、if 分になるわけなんですけど、その異譜分を書く離散空間のど真ん中でやってやって、こ,こ,のこれ、ロボットが。えーと 左向いてる時の方策だと思いますけど、えっと、ここ向いてたら左回転こっち向い、ここにいたら右回転、ここにいたら直進でっていうのはあのギザギザの,あの量子化された方策に変えています。で、これと一緒に、えっ、ー、と、そうですね、あと状態価値関数、ある状態でどれだけでゴールに行けるか、まあ、水たまりのペナルティー組でってやつなんですけど、これも理算化して、えーとまあ、こんな風に計算して、 初期化しておきます。えっ、ー、と、そうですね。これ、あれですね。価値反復の、前の章の価値反復の結果をそのまんまあの流用するっていうような感じですね。価値反復の結果、あ、違う違う違う。だから、えー、とこのパドルイングのポリシーで方策評価をした価値関数、状態価値関数をまあこういうふうにテーブルに持たせておくということをやっています。はい。で、えっ、ー、と、で、次いきます。ちょっと何のことやらと。 話だと思うんですけど、えー、そうですね、まあ。ただ実装の準備ですね。方策を理算化しました。状態価値関数をその理算化した、えー、とパドル・グノアポリシーに対して計算しました。というのが、まあ、こ,のこの準備です。で次に、えっ、ー、と、で、旧学習は行動価値関数を学習します。なので、これ、状態価値関数です。最前あ,のある方策に対して 設定した価値関数なんで、で、ここからですね、行動価値関数を、えー、設定します。で、どうやって設定するかっていうと、えっ、ー、と、A が最適な行動の時は、えっ、ー、と、その計算した価値そのまんまを、えー、行動価値関数の値にしますと。で、A が最適でない場合は、えっ、ー、と、その状態価値からマイナス0.1だけちょっとあの価値を落とした値を。 えー、その9の値にしますということをします。えーとまあ、具体的には、うんとですね、例えば、えーと、パドルイグノアポリシーでとか、ここの状態にロボットがいます。えー、とその時に、えー、この状態の価値はマイナス30ですと。 で、それは、えっ、ー、と、ロボットが直進したときです。というときは、直進フォワードってしましょうか。えー、このときは、え、Q のこの状態の A が直進のときの価値をそのままマイナス30にします。で、これ、右回転、左回転もロボットは選べるんですけど、マイナスの。 行動の定義そのまんまですけど、そしたらあの、まあ、ちょっとゴールに行くの遅くなるわけですよね。だから、マイナス30だじゃない、なくなりますよね。なので、えー、Q の S の A が、まあ、全身じゃない場合は、えっ、ー、と、マイナス30から0.1引いて、えっ、ー、と、マ、ま、イ、あ、ナス30.1にしますよと、ちょっと下げると。これ、そのままと。 まあこういうふうにしますで。これを全状態に対してやります。だから、えっ、ー、と、そうですね、まあ、大体これ、離散化の状態数が60万ぐらいでしたっけで、行動数3三種類、えーと、ごめんなさい、5万、うん、そうですね、6万の状態に対して行動3種類なんで、えっ、ー、と、18万ぐらいの要素のある配列っていうか、まあ、リストというかに、えー、全部この値を記録しておきます。はい、こうやってあの 学習前の行動の価値関数を作っておきます。で、これから方策を作ります。学習用の方策。えっ、ー、と、下に書いてますけど、えっとですね、これで、えっ、ー、と、行動、まあ、これで Q の値が最大となる A を選ぶと、パドルイグナーポリシーになります。ということですね。どういうことかっていうと、今これ、Q 定義しましたよね。で、ここの、じゃあ、この Q 使って、 この状態で一番いいコードはどれですかって言ったら、まあ当然こいつよりこっちの方がいいわけですから、全身だっていうことになりますよね。だから、9から方策が作れるということになります。はい。この方策使ってやろうということになりますが、えっ、ー、と、もうちょい考えることがあってですね。で、今これ方策決めましたよね。だから、まあ、例えばこう、これで前行って、ここ来て、ここ行って、前行ってって、まあ、 まあパドリングなポリシーになってるわけなんですけど、えっと、こればっかりだとですね、例えばここで、例えばここに水たまりがあって、ちょっと汚いですけど、えっと、これ全身、毎回全身だったら水たまり入っちゃうと。で、将来的にはこうやって避ける行動をとってほしいっていう時ときに、えっと、これで決めた方策だけに従ってたら、これ永遠に全身選び続けますよね。わかりますだから、えっと、 だから今決めた方策だけでは学習が進まないということになります。だからたまにこれ前進するだけであって、たまに左回転とか右回転とかやったりとか、あともう本当に極端なこと言うと、こうやってランダムに動いてですね周囲を探索してくれないとあの学習って進まないんですね。まあ、要はあの、あれです、えー、とそうですね、まあ、大航海時代の、えー 航海とかもそう世界一周の時もそうですし、アメリカ大陸発見の時もそうですけど、たまに変なやつが変なルートを取らないと分かんないわけですね、新しいことは。ということで、遊びが必要になります。たまに今知ってるコード価値関数と逸脱したコードを選ばせるということをしなきゃいけないということになります。でこれをやるのがですね、いろんな方法があるんですけど、 えっと、教科書では一番簡単な方法ですね。イプシロングリーディ方策というものを使ってます。えっ、ー、とですね。で、これ何かっていうと、えっ、ー、と、まあ今、ここはあの今話したことで、えっ、ー、とですね、まあ実際にこうやります。えっ、ー、と、確率イプシロン、えっ、ー、と、本だと30%ですねに。で、今言った9から行動を選ぶんじゃなくて、もうランダムに行動選択してくださいと。7割9に従い、今の9に従います。 3割ランダムに動きますと。まあ、こういう方策にしておきます。はい。そうしておきます。で、で実際これ、それで動かしたやつなんですけど、パ、えー、ドリングのポジションってこう一直線にギューってゴールに行く方策なはずなんですけど、たまにこううろちょ横にうろちょろしますね。向き変わりますし、向き変わったまま前進して、ちょっとこう、ルートがですね、こうずれることがあります。でこうやってやっってととくと、まあ あんまり冒険してないように見えますけどちょっとあの違う行動をとってますよね。なのでこの周りだけですけどちょっとあの違うルートを取り始めます。で違うルートを取り始めるとたまたまですねそのランダムな行動選択がによって Q の値を変えた時に9の値がですね今まで全身が最高に値良かったのに左回転の方が 9の値がそれより良くなったっていうこことが起こりますでそうなると今度はこのイプシロングリーディの文脈で言うと70%の確率でそっちの左回転を選んであとの3割はまたランダムに選ぶということになるんで方策が変わるんですね。はい、で方策が変わる。で大体の場合はこの9の値は9学習を信じれば正しい値にどんどん近づいていくわけですから、えー、まあ あの効率が良い、変わったその行動の変化が起きた、Q の値が逆転した時のところの行動選択というのはまあ良くなっている可能性が高いわけですね。これで方策がどんどん良くなってきますということになります。特にこうパドルワールドの,この水たまりの話だと、どこかここら辺の行動選択から少しずつ変わってきますね。らここら辺、端こうやって突っ切ってた行動がたまたまこう左回転すると。 これ避ける可能性が高くなりますよねなので、ここら辺からですね方策がです、ね、だん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 こう水たまりを避けるように変わっていくというのが、まあ、こういう少しランダムな動きを入れた方策では可能になってきます。でこれ言って、また最初に話を、まあ、パドルウィグナイプショングリーディを使わないという話を戻すと、えー、とっていう方法に話を戻すと、まあ、直進するだけだったらその行動の変化っていうのは全然ってい 起こらないので私、この話好きで、まあだから、なんか知りたければ、なんか新しいことを知りたいとか、よくなりたいっていう時は大体、まあ完全にランダムにやるとだめですけど、なんかちょっといつもと違うことをやってみようということをやるといい,い,いっていうのは、まあ私結構好きな話ではあります。私小学校 そうですね2.4キロ先だったんで,でずっと田んぼでス目の道路だったんでそうですね何回ぐらい通学路変わりましたかねあの小学校1年から6年の間にですねあのいろいろ探検してさどこが最短かってだんだん分かってきてですね3回ぐらい通学路変わりましたねまあそういうどういなかでないとそういう経験ってあんまで,できないと思うんですけどまあそうですね逆に言えばそうですね この許可学習の方法だと、それぐらいあの学習に時間がかかるということですね。試さないと分かんないし、ランダムに試したのが良かったということもなかなかないので、学習ってすんごい遅く進みます。ゆっくりゆっくり進みます。はい。まあ、ちょっと余談でした。ちょっと逆に混乱させたかもしれません。それで、えっ、ー、と、で、次に行くと、もう実はもうこれで,決定であの、全部決めるべきことは決まっちゃってます。えっ、ー、と、Q の更新方法を式でやりましたよね。 あとは、イプシロングリーディー方策も決めましたから、もうこれで休学習も実装できるよという状態にあります。であとは、これ11.5項と11.6項は単なる作業で、えーねまあ、11.5項ではこの式を実装してて、11.6項では、今までシミュレーターでゴール入るとそのまんまだったんですけど、ロボットをまあゴールにひょろひょろって来ると、また、 ポンってこう初期位置に戻す処理を Python で書いてまして、まあ、たったそれだけの話十11.6はですね、ちょっとあの一応あの学習にも配慮した実装の話にもなってて、えー、とゴールがあって、水たまりがあって、えーとでまあ、ロボットは最終的にこうやってさ、今こう水たまりに突っ込んでますけど、どこう置いても水たまりに突っ込むんですけど、最終的にこう回避するコードを取らせたいんですね。なのでえーと ここら辺から、ここに初期位置を置くとですね、全然水たまり避けるみたいな感じにならないですよね。学習関係ないですよね。ここも、バドルイングアウトポリシーでも最適なんで、水たまりがなければ。なので、初期位置をですね、わざとこう水たまりの後ろにこう集中するように、この位置に設定してやってます。まあ、そ,うそうやってあの学習が進むようにちょっとインチキしてるっていうのが11.6なんで、まあ、気になる人は。 実装をちゃんと見てみてください。はい、じゃあ次いきます。で、もう結果です。で、これ、あの、シミュレーション回してください。あの、どんな風に学習が進むかは、あの、私がここで動画見せてこうなりますよって言っても不運で終わっちゃうんで、実際手動かして、えー、やってみてください。ここではもう結果だけを言います。で、えっ、ー、とですねで、休学習、その、まあ、最初はこうなわけですね。 水たまりを受けません、直進します。ということで、であの本に書いてある方法で学習スタートさせると、大体ですね、そうですねシミュレーターの時間で5.6時間後、2万秒後に、なんとなく、ここを外側、このゴールに近いところからスタートしたルートがですね、ちょっと外に膨らみ始めます。 これ2万秒って書いてありますけど、シミュレーターよく見てるとちょっと遅いんですね、時間の進みが。なんで、実際にはこ10時間後ぐらいですかね、10時間後ぐらいになると、こう、あ、なんか避けようとしてるのかなっていうの行動が出てきます。はい。で、えっとですね、さらに進んで5万秒後になると、ここら辺からのやつはまず確実にこう避けるようになってきます。ここもだんだん外に膨らんで。 それで、ちょっとこれ隠れちゃってますけど、これ何秒後ですかね、これ。<laughs> えっと、ごめんなさい。10万秒だったかな。えっ、ー、と、ですね。F をースと、こう隠れないかなですか、ね。隠れちゃってますね。これダメですね。ど <laughs> こ見て確認していただきたいんですけど、これ多分10万秒後です。10万秒後には、えー、まあ、ここら辺のやつも、ちょっとこう、まあ、避けると。そうことですね。 避けるようになってますでここもですね、ここはあの、深いところ、ペナルティーいっぱいなんですけど、ここ、一応こう、これは水たまりをよけれてないけど、一番深いところはよけ出しますね。あでも、その後まあまた突っ込んでるようになってるんですけど、まあ、こうやってあの、最終的にこれ、確か20万秒後でしたから、ね、ちょっと、すごい、何日も何日も回し続けないといけないんで、ちょっと,ょっとこれ、これ、再現するの結構大変だと思うんですけど、えー、とここまで来るとですね、もう完全に。 水たまり避けるようになるというふうに、一応まあ学習ができているということが確認できます。はい。で、えっ、ー、とですね、でこの時のの、こっち見るよりも、こっち見た方が学習進んでいるなっていうのは分かります。で、これ何の図かっていうと、状態価値関数をですね、その、作った報酬から、えー、と計算したものです。 えー、だから、えー、例えば2万秒後なら2万秒後の方策をって持ってきて、それで方策を評価して、状態価値関数を計算したものです。で、状態価値関数3次元なんですけど、えー、とロボットの、えー、と向きを左向きに固定して、こうやって2次元にプロットしたものです。で、えーとまあ、どこ見ていただきたいかというと、ここですね、水たまりのこの際のところの価値ですねで。最初は水たまりの裏は、もう水たまりのこう、 ペナルティをもろに受けて、悪いんですけど、だんだんこう回避ルートができてくると、どんどん掘られていきます、ね、価値関数が。で、20万秒後になると、もう,こう一番後ろの方まで掘るわけですね。要は、ここに沿ってロボット、ロボットはどこかここら辺に入ると、価値関数のいいところをこ選んで動くようになるんで、水たまりが回避できるというふうになってきます。で、そうですね、あこれ10万秒後、20万秒後、35万秒後でしたね、これ。 これ 10, 万え10万、20万、35万でした。えっ、ー、と、で、ごめんなさい、ししで2、35万秒後、大体100時間ですけど、えー、もう完全に後ろの方までこう価値関数が掘られるというふうになります。だからまあ、あれですね、川の出来方みたいなもんですね、最初はあのこういうふうにまっすぐ川が流れてたのはですね、ここら辺の岩を避けるようにしてですね、どんどん。 流れる方向が変わってくると。まあ、そういうようなものをイメージすると、曲がるかなと思います。はい。ということで、えー、まあ、教科書に書いてある旧学習、実装するとこんなふうに学習できますよっていうのが、まあ、分かったと。まあ、そうですね。えー、曲、まあ、かりましたということで、あんまりそうですね、この章はビデオでやってもしょうがないかもしれないです、ね。もう実装するのも、えー、やるしかないですよね。 はい、で、そうですね、ただ、ちょっと補足をしとくと、今まで見てきてもちんぷんかんぷんだった人は、まあ、住所、うからいかなきゃいけないんですけど、ちょっと一応、絵に描いておきますね。これ、先にやればよかったですかね。えっ、ー、と、まあ、どんなふう、旧学習の1回の計算が、例えば、水たまりのこの文脈だとどういうふうになるかっていうと、例えば、ロボットはここにいますと言ったときに、えー で,すね、で、パドルイングナポリシーは1個前に進むと水たまりに入っちゃいますという時ですね。で、その時に、例えば9が、えー、マイナス50ですと。で、イプショングリーディーで行動選択していると、まあ、最初のうちは7割こう水たまりに入っちゃうわけですね。で、この行った先が、例えばそうですね。 マックスですね。えー、と、こうマイナス四四十九です。で、報酬、えっ、ー、と、教科書本当はマイナス点一なんですけど、ちょっとまあ話したら原理するために、こう一歩進むと、あ違うわ、違うわ、難しいですね。またマイナス四十ぐらいで、で、こう、水たまりに入ると時間込みでマイナス十の報酬がもらえます。で、まあ、これとこれがまあ、 報酬マイナス10だと釣り合ってますよね。QSA が、えっ、ー、と、報酬のマイナス10と次の状態のマイナス40で50だから、まあ、こう釣り合った状態っていうのはもう最初なんですけど、最初です。で、これが、えっ、ー、と、SA が全身の時ですね。で、こう SA が全身じゃない時は、最初は、 えっと、パドルイグナーポイシーだと悪いわけです。マイナス50.50.1になってるわけですね。だから、えっ、ー、と、最初はこう、フォワードアシス選ばれるんですけど、たまたまイプシロングリーディーで、えっ、ー、と、こっちだから、右回転ですかね。右回転を選びましたと。いうときに、で、右回転は、 選ぶと、えー、ここが行った先が、まあ、もう方向変わって状態も変わるわけですけど例えば行った先がマイナス50でした。で水たまりに入らなかったからマイナス報酬はマイナス1でした。例えばこんな状態になったとします。たえー、と これだけだとあの変わんないですよね。えっ、ー、とですね。そうですね。あいや、やめときましょう。やめときましょう。ちょっと話を単純にします。えっ、ー、と、こ右回転すると、行った先の価値がマイナス、ここも40でしたと。ただ、報酬が、えー、と水たまりに入らなかった分、マイナス1でした。つったら、このマイナス51がこれどうなるかっていうと、 えっと、さっき言ってた、接中、あ、ですね。マイナス50、元マイナス50.1だったものが、えっ、ー、と、2のマイナス41になる。次行ったら40だった。報酬マイナス1でした。マイナス41になる。ということで、えっ、ー、と、計算が苦手なんですよ、私は。えっ、ー、と、つらい。えっ、ー、と、マイナス20.5ですね。<laughs> マイ 四十一、四十一じゃないかな。えっ、ー、と、もう全国のですね、計算苦手な人は勇気を与える私の計算のひどさ。自動車教習場であの一緒に行ったやつに笑われたの。六66.0。違いますね。違いますね。えっ、ー、と、ちょっと待った、あれですよ、ね。えっ、ー、と、マイナス、えー、90. マイナス、えー、45.55か。っていうふうに、えー、とちょっと切れてますけど、マイナス45.55です。だからこれ、マイナス45.55になるわけですよね。だから、えー、とここで逆転するわけですね。だから、えー、と最初こう突っ込んでたのが、右回転して、次の状態がこう良ければ、次からは、えー、と右回転が、 えー、方策ににななるわけでですすねエプショングリーディーでもということになりますただ、あのー、これすごい話単純化してて、次の状態こう悪かった普通悪いんですよ。最初は悪いんですもう直線する方がゴールに近いわけですから、もっと悪い値なんで、しばらくこの逆転起こりません。ただ、ふら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 っていってるうちにです、ね、僕はここら辺からどんどん、例えばここがマイナス、ここマイナス最初は60とかで、 たまたま右回転しても全然評価されなかったりするんですけど、なんかこう水たまりのここら辺からですね、順々にですね、でここがマイナス30とか、マイナス31とか、だんだんここ,のここら辺からだんだんあの右回転すると値が良くなるっていうのが起こり始めます。わかりますだから えっと、こういたまたまこ,うこんな水たまりのこう深いあのゴールから遠いところでたまたまこうやっても大体よくはならないんですけどこう水たまり避けきれるかどうかっていうところで右回転した時の方が、えー、とその値が逆転するか可能性が高くなりますだからどこ,かここら辺からどん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 模が変わっていくんですね、えー、たまたまここで直進より右回転の方が良くなりましたつしたら こう右回転の値がここの9の値になってで、その一歩手前がまた右回転が、えー、値が良くなりますっていう風になって、っていう風にだんだんこうこ,こら辺から学習が進むということですね。はい。はいまあ、こういう風に変わってきます。だから一発逆転はないんですね。ある日突然こんな回避。 行動ーこが回避するルートが見つかりましたみたいなことはなくて、えー、と端っこの方からどん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 ん少しずつ回避するような行動が生まれていくということになります。はい、ちょっと分かった人向けの解説をしているような気がしないでもないんですけど分かってる人はああそういうこと言うたいんだろうなって分かると思うんですけどちょっと分かんないと、ね、難しいですね。はい そういうことなんで、そうですね。わかんない人は、まあ、行き来きききして、何のこと言ってるのかなっていうのは、と理解していただきたいかなと思います。で、次いきます。で、Q を今一回やったんですけど、今度もう一つ別のアルゴリズムをやります。はい。で、次、サルサっていうふざけた名前のアルゴリズムで、えっ、ー、とですね、これ何をやるかっていうと、Q 学習は、えっ、ー、と、これでした。 これは元の Q の値。で、これがある行動したときのに分かった値で Q を更新したい値ですね。更新分ですね。で、ここは、えっと、行った先の一番いい行動を選んだ価値、まあ、要は状態の価値を使うのが Q 学習だったんですけど、サルサはこれそのまんまですね、次の行動も、例えばイプシロングリーディで選ばせて、その値をそのまま使います。はい。だから、 えーとこれ図に書くと、えー、と状態があります。行動を選びましたと。次の状態に行きましたと。ですなんで丸の外にダッシュ書いちゃうん、ね、だ。えー、と行きましたと。報酬がピロンと出ましたと。えー、で、9の時は、ここの、ここにデータとしてぶら下がっている一番、一番良い。 SA ダッシュをテーブルから選んできて、計算に使いますという話だったんですけど、サルサはこれ使わずに、もう一回次のコードを選んで,で、この時の Q の S ダッシュ、A ダッシュ、この2つ、これを使います。はい。っていうことになります。はい。で、これでなんでサルサかっていうのは、どういうことか、えっと、これで分かってですね、なんのことはないです。サールサ。 なんですね、順番に S, 選んで S から A 選んで R もらって S ダッシュに遷移して A ダッシュ選びますっていうのを並べるとサルサになるとまあ、そ,ういうただそういう話です。はい。はい、くだらない <laughs> ということになります。で、えー、とでサルサの性質はこれ、あの、まあ、こう式見れば分かるように式が違えば学習するものが変わるわけですね。 で、旧、えー、学習の式はさっきやったように、あの価値反復、えーと、状態価値関数の定義からこう導出できたんですけど、これはちょっと違ったものになります。で、などういうふうに違うかっていうと、Q はあくまでもですねあの最適方策に対してこう、えー、と行動価値関数の値を計算してるんですけど、こっちはあの A 選ぶっていうのがあるんで、これ、イプシロングリーディで選んでるんで、 を計算することになるかというと、これ、イプシロングリーディー方策の価値関数、行動価値関数を求めることになります。はい、でこういう手法のことをオンポリシーって言う,、まあ、言うらしいです。でまあ、ただバぶ後で私知ったんですよ。<laughs> 伝文ですけど、オンポリシーと言います。で、旧学習はオフポリシー、あくまで、えっと、最適方策に対して、えー、価値関数を求めるのはオフポリシーと言います。はい、オンポリシー、使っている方策の。 価値観数を求めることを言います。だから、えーとからまあ、Q と s a サ u s で、まあ、対になってるんですね。アルゴリズムはほとんど一緒で、計算試験は箇所だけ違うということで、まあ、双子みたいな方法です。で、えーとですね、あ結局スライド15枚ぐらいしかないのに1時間しゃべっちゃったんですけど、でサルサで学習させてみましたで、えーとですね。どっちがいいとかありません。ただ性質は変わってきます。 先に図を見ていただきたいんですけど、えっ、ー、とですね、さっき休学中の時は2万秒後は、ちょっと端っこのものは若干、除けれるかなっていうぐらい具合だったんですけど、サルサの場合ですね、とにかく水たまり嫌がります、エージェントが。なので、わりかし早いうちから、こう、水たまり回避行動が出てきます。もうすごいですよね、ぐにゃ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 って停滞するような行動が生まれたりします。が、えっ、ー、とですね、同時にです、ね、なぜかこう、蛇行します。 すごい膨れてゴールに入るようになるんですよ。これ、これひどいですね S. 字カーブですね。あの S. 字、この S. 字はですね。あれですね。千葉高台の裏の京成線の線路。 昔軍隊が練習に使ってた線路を彷彿とさせる。どうでもいいっすね、そんなこと、えー、とそんな経路になってますよね。蛇行します。なので、えっ、ー、とですね、でも,ういもう一回言いますけど、どっちがいいとかないです。ただ、えーと、計算の癖でこうなっちゃうんですね。で、なんで水たまりを嫌がるかっていう話は、えー、ち,ょっとちゃんとしとかないといけないと思うんですけど、さっきの水たまりがあります。まあ、ゴールドか、ここら辺にあります。エージェント、ここにいます。 急学習はですね、例えばこう一歩近づきました。水溜まりギリギリに来ました。でその時に、計算に使う式って、ここで最適な行動を選んだ時の、えー、価値を使うわけですね、急学習は。MAXQ ですから。ですね。ただ、サルサは、ここでイプシロングリーディでヘマをするかもしれないですね。水溜まり次また全身選んで入っちゃうかもしれないですよ。なので、 えとこっちの価値、今計算したいので、えーまあ、要は水たまり際のですね価値関数がすごく悪くなります。悪くなるので、その一歩手前も悪くなるんですね。なので、わ、え、り、ー、かし水たまりに遠いところから水たまりをすごく嫌がると。結果論です。別にサルサが水たまり専用学習アルゴリズムっていうわけではないんですけど、まあ、そういう性質、面白いですよね。 ですね、なんか、ここで、キワキワのところで、えーと、絶対に俺は正しい行動を取れるんだって学習するのは急で、えー、とそうじゃないかもしれない、ヘマするかもしれないやつがサルサなんで、えーとまあ、水たまりに近いところの値が悪くなるから、えー、こういうふうに、すごい水たまりに対して怖い怖いと嫌がるルートが出るわけですね。であと、経路蛇行問題は、まあ、こっちは UFO に出てるんですけど、経路逆。 打問題がですね、これ、悪い方に出て,てこれどうなってるかというと、パトルイグのアポリシーありますよね。これがですね、こうゴールに入るんですよね。ロボットがまっすぐ目がけて。で、例えばここであと10秒かかる人はここがマイナス10になってる、ここマイナス5になってるんですけど、このマイナス10、マイナス5も結局最適方策でいくからここマイナス10になるわけですよね。で,で、サルサーはたまにこう、 寄り道するのの価値関数を計算してしまうんで、例えばマイナス5だったのがですね、マイナス6になっちゃうんですよね。悪くなっちゃうんですよね。だからどうなるかっていうとあこ、ここ来て、ここがちょっと値が悪くなったとすると、ちょっとここ回避しようって、こうなるわけですで。回避したところでまた蛇行するから、またここの価値が悪くなって、こうなって、こうなってっていう風に、こうなるわけですね。こうなります。はい、っていう風に、 えーまあ、こういうことが起こります。だから、エプシロングリーディの、えー、と価値関数を、えー、学習しちゃうから、この一番良かった値の、こうロボットはと最初のうちはロボットが通るところの価値関数の段値がだんだん悪くなってくるんでこう、最初に通ったところをだんだん受けるようにしてこう、だこう始めると。まあ、こういう仕掛けです。っていうか、まあ、そういう点末になります。ということなんですね。だから まあこんなふうにぐにゃぐにゃになるということです。はい。これもまあ計算の癖で、地面的かどうでもそうでもないと思うんですけど、最終的には多分まっすぐ行くようになると思います。まあ、川が、川流れていると、砂たまって流れが変わるのとまあ同じ理屈ですね。というような感じです。まあ、だから価値関数の計算自体がまあそういう川に水流すような計算なんで、ちょっとあのルールを変えるとそういうようなことが起こったりしますと。 ということで、えー、と最後のスライドです。結局1時間以上しゃべっちゃったんですけど、ここまでのまとめで、えー、とまず、休学習は家ちゃんから導出可能でした、えー。で、離散状態に対して実装することは、まあ、実装の話はちゃんとしてないんですけど、すごく簡単です。えー、そうですね、いきなり DQN から入らずに、これやっぱりちゃんと一遍自分で。 書いいてみるべきだと思いますただ、えーと、離散状態数かける行動だけメモリを食うので、まあ、実用上は本当に簡単な問題、この水たまり避ける問題なんてすごい簡単ですけど、これでも10日間ぐらい検査機も合わさなきゃいけないということになってしまいます。えー、で、s a サ s a もやりましたと。で、次のステップで最適な行動を取ることを期待しないアルゴリズムになってます。で、旧学習との優劣は多分単純には議論できないと。 で、拡張するときに旧学習より楽で、これはあの後半でやります。サルサの拡張やります。えー、より楽ですで。で、あとこれ大事なんですけど、旧学習はサルサは共通の問題としてある時に画期的な行動選択が行われても1。ステップ分しか価値が更新されないと。えー まあさっき私が遅くですって言ってぐちゃ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 喋ってしまったあれですけど、要は、えっと、ずっとこう突っ切ってたのに、ある日突然、イプシロングリーディでうまい具合にこうやって回避できましたって言っても、えっとですね、本当に行動が変わるのは多分ここだけなんですね。わかりますだから、ここの価値って前の、ここの価値変えるときって、ここの価値の値から計算するんですね。ここもそうですけど、 でここら辺は最初どんどんずれていくから、値どんどん悪くなるんですよ。だから最終的にこう,うまく回避できても、ここら辺の価値観数の値は、この変築輪な行動のおかげで悪くなります。で、どこだけ良くなるかっていうと、最後の最後のところだけです。ここであの回避、水溜まり回避できるする方策につながったところだけ、えー、と価値が良くなるんで、つまりこれをですね、例えばこれ今10回。 10個ぐらいこう点々書きましたけど、10回ぐらいこの変な行動を取らないとですね、全部こう値が良くなりません。ので、そんなものすごい確率ちっちゃいですよね。なので、学習効率悪いんですよねこ。うこうやって1個いいルートを見つけたら、もうこれぜひ次も取り入れたいですよね。で、それができない。どうしましょうっていうのがまあ後半の話になります。はい、ということで、前半結局1時間以上しゃべっちゃいましたこれで終了します。お疲れ様でした。